どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、 JR の品川駅にいてですね、今私がいるのはですね、 JR 品川駅のね、高輪口でしたね。まあ真向かいにプリンス桜タワーとかあるんですけど、まあ、そこのね、向かいら辺の今バス停の、バス停じゃない、タクシー乗り場の前あたりに私いるんですけども、本日はですね、ここから東京マリオットホテルまでね、行きたいと思います。でですね、今日は2021年の7月の3日の土曜日なんですけども、今ですね、7月から9月の間ですね、東京マリオットホテルね、この品川駅からホテルまでで、ね、無料送迎バスを出しているということで、それを利用してね、行きたいと思います。一応ね、7月から9月いっぱいまでということで、まあこの動画ね、見られて、対象期間じゃないとおそらく運行されてないと思うんですけど、まあ、その後ね、どんな感じの運行になるかもちょっと分かんないんですけども、まあ、今回ね、無料のバスということでちょっとね、利用したいと思います。先ほどのね、いたのがちょうどそこで、で今ちょっと歩いてきたんですけども、まあ、こちらね、歩いていくとですね、そこにね、バス停東京マリオットホテルって記載がありますよね。でそこにね、記載がありまして、係の方もね、そこに立っててくれるということで、まあ、非常にね、分かりやすいかなと思います。ということで今日はね、土曜日で、昼間の間ね、20分に1本ぐらいね、走っておりますので、そちらね、利用して、東京マリオットホテルね、行きたいと思います。今日ね、7月3日で、先ほどまでね、すごい雨が降ってて、今はね、雨は止んだんですけども、逆にすごい蒸し暑くなっちゃいましたね。ということで、バスが来るまでですね、あと10分ぐらいね、歩きますので、ここら辺でね、待ちたいと思います。ということで、今ね、説明させていただいたんですけども、ね、オリンピック期間中で場所がちょっとね、変更されているということで、今ね、そのまま先ほどのバス停をですね、越えて歩いてるんですけど、もうちょっと奥にですね、またね、係の方がいらっしゃるということですんで、まあね、分かるかと思うんですけども、ちょっとね、場所は変わっております。まあ、本当にね、さっきの場所だとホテルから、駅からね、本当に 2,3 分で歩いてね、行けますんで、まあ、かなり便利なんですけど、まあしょうがないですね。オリンピック期間中は、もうちょっと先っていう感じですね。ではちょっと歩きましょう。もうね、遠くに見えてると思うんですけども、あんな感じでね、プレート持ってる方がいらっしゃいますんで、あちらからね、乗って行くことができます。ホテルを取り寄せます。はい、それはね、バスに乗りましたが、かなり近くですね。歩いたって言ったら本当に 2,3 分で、次の、ね、ところまで来れます。それでは到着しました。おそらくそのままチェックインになると思いますので、チェックインでしていきたいと思います。こんにちは。
それはね、無事チェックインすることができました。今回はね、2208ということで行きたいと思います。どうでしょうか、どうでしょうか。結構広くないですかね。どうでしょうか。結構広いですよね。多分ね、アップグレードされてると思うんですけど、ちょっとね、後で調べておきますね。では見ていきましょう。いや、すごい久しぶりですね、東京マリオットホテル。私多分ね、2年ぶりぐらいだと思うんですよね。まともにね、動画も出してないですね。ブログは書いたんですけども。で、ベッドがね、こんな感じになってます。いや、大きくて入らないな。はい、斜めからの方がいいかな。こんな感じになってます。じゃあベッドから見ていきましょう。で、ベッド周りはですね、おしゃれですね、これ、この電気の傘で。下の方に目覚まし時計とコンセントですね。 USB 等々はなさそうですね。で、反対側です。同じようなね、ベッドランプがあって、下にね、USB じゃなくて AC のコンセントがありますね。あと電気のボタンとかもね、両サイドにこんな感じであります。で、こっちですね、大きいソファーがガツンとありますね。いや、いいですね、ソファー大好きなんで。ちょっと暗いですね、これ以上明るくならなそうですね。 でソファーの前にね、丸テーブルもあって、で、こっち側にもですね、こんな感じでテーブルあるんですよね。これはありがたい、仕事はしやすそうですね。ではよいしょ、景色見てみましょう。どんな感じなんでしょうか。こんな感じです。いや、綺麗綺麗、いいですね。目の前のビルがね、こうやって見えちゃう角度もあるんですけど、こっちからね見るとちょっと先にね、駅とかもね見えますね。まあ、ちょっとだいぶ斜め路線ですけどね。で、こっちにはね、こんな感じで見られると。うん、まあ、すごい眺望がいいかっていうと、ちょっとね、目の前のビルがガツンとありますけども、いいんじゃないでしょうか。こっちはこっちで、これはこっちも客室ですね。うん、こういう感じなのは結構珍しいですね。窓を開けたら他のお客さんの部屋が見えるっていうのは結構なかなかない気がします。まあ、そんな感じですね。はい、ちょっと触りましょう。ではこっちですね、よいしょ。こちらにね、デスクと電話と、あとこれはフレッシュエア、なんとか、あ、これは消臭剤ですかね。うん、消臭剤ですかね。あとマリオットホテルの案内と、なんかハワイアン航空のね、こちらハワイアン航空のね、割引券、まあ多分高いと思いますけど、ついてるみたいですね。で、あとゴミ箱があって、でこっちがテレビです。で、あとコーヒーマシンですね。で、こちらにね、ネスプレッソとお水とビールグラスがあると思うんですけど、このビールグラスはね、ちょっと後で説明しますね。後で説明しましょうで、テレビがね、大きいのがあります。これは何製だろうな、パナソニック製ですね。下にね、こちら冷蔵庫ですかね。はい、こちら冷蔵庫になってます。全部開けちゃいましょう。よいしょ、こんな感じです。左にね、ケトルと、あと聖書とかもここに入ってますね。で、下にコーヒーグラスとかが入ってます。で、こっちにミニバー的なお酒と、あとスナック類、まあお菓子ですね。こちら有料になってます。あと冷蔵庫ですね。で、こっちにもみっちり入ってます。こちらもね、有料という感じです。まあ下の上のお水はね、無料なんですけど、ここは有料になってます。で、こちらですね、ちょっとカバンの紐が見えてて申し訳ないんですけど、こちらにですね、こんな感じでパジャマが入ってますね。これは上下一緒のやつですかね、入ってます。あとこちらに金庫、あとランドリーバッグとかですかね。あ、違いますね、これ。あ、そうですね、やっぱりランドリーバッグがこんな感じで入っています。で、クローゼットの中にガウンがね、入ってます。こんな感じで、あと下にね、アイロンとスリッパですね。あとアイロン台とかもね、入ってますね。それでは水回り見ていきましょうかね。はい、こんな感じになります。
いや非常におしゃれな、おしゃれですね、うん、鏡が結構大きいです。でコンセントと、これは拡大鏡ですかね、ティッシュと、あとこちらはハンドジェルですかね。でアメニティはこんな感じになってます。マリオットホテルなんでね、タンのブランドで統一されてますね。で下の方にですね、バスタオルとかドライヤー、体重計とかねあります。で右に見てってもらうとお手洗いがねあって、その奥にねシャワーとバスタブがねあります。中はこんな感じでちょっと暗いですねここね、うん、でもライトがねなさそうですね。まあ、こういう作りなんでしょうね。下にねバスソルトとかもありますね。客室はねこんな感じですかね。ということで今回ね東京マリオットホテルに一泊ねお世話になります。今回ですねマリオットボンボイポイントね5万ポイント、利用させていただいて一泊ねお世話になります。で現金価格はですねそんなに高くなかったんですよね。ちょっとね今日どうしてもね東京マリオットホテルにですねずっと宿泊したいなと思ってまして、まあ緊急事態宣言とかもあってですね宿泊できなかったので、ちょっとポイントの価値としてはですねちょっともったいない感じなんですけども、まあ一泊ねお世話になります。でこれがですねちょっとね写真も出しておきますけども、東京マリオットホテルね、こんな感じのね、プラチナステータスの、特典がねいただけるっていう形になっておりまして、まずウェルカムギフトとして、ギフトまたは、1000ポイント、あとねラウンジアクセス26階にねラウンジがあります。でオールデイスナックタイムということで7時から10時までやっていて、イブニングカクテルタイムが17時半から19時やっておりますね。であとセルフバーが、3時から7時ということで、このセルフバーっていうのはですね先ほどのビールグラスありましたよね、おそらくあれをラウンジに持ってって、まあ、利用するみたいで、まあこちらはセルフバーっていうことなんで、まあ飲み放題っていう感じなんですかね。まあこれがねプラチナステータスだからついたのか、まあ今回ねたまたまついたのか、まあ客室がそんなにアップグレードできなかったからついたのか、ちょっとそこら辺はね後で確認しておきますけども、この客室もね多分ね一番下の客室じゃないと思うんですけども、ちょっと違ったらねすいませんね。ひとまずですねあちらの特典ねつけさせていっていただいたっていう感じになります。こちら自体はですねもともとプラン販売で、まあ、やってるそうなんですよね。まあ、どんな感じのプラン販売なのかちょっと私も存じ上げないんですけども、まあ、ビールはねこの時間帯3時から7時までの間はね利用することができるっていった形になります。せっかくなんでねちょっとこれ取り終わったらね行っていきたいと思いますね。あとはですね朝食が1階のレストランで利用することができて、朝7時から10時半までということで、こちらね今セットメニューなのかブッフェなのかっていうのはその時のね混雑状況によって違うそうなので、今日はね7月3日なんですけども、今日と明日はですねブッフェっていった形になってみたいですよね。ちょっとこれはね利用する時にですねセットメニューなのかこのブッフェなのかっていうのは、ここのねダイニング G のね朝食とても美味しいので、まあ私的にはですねブッフェをね利用してみていただきたいなと思うんですけども、まあこれもねタイミングによってはセットメニューになってしまうかもしれないんで確認された方がいいかもしれないですね。でジムがですね7時から22時まで利用することができるっていう形になります。ということでプラチナステータスの特典はねこんな感じですかね。あとね あとあれだこんな感じでレストランでね割引券等々も、いただくことができます。ちょっとねボケてたらここにね写真出しておきますね。はい、ということでまあラウンジもねこのホテルにありますんで、朝7時からやってるんですね。ここすごいですね。朝7時から夜の10時までかなり長いですね。ラウンジ営業時間としては多分ここ一番長いんじゃないですかね。朝7時からやってるラウンジって他にあんのかな。まあ26階ということでねすごいここね眺めがいいんですよねラウンジが。はい、ということでこれもね楽しんでいきたいと思います。ひとまずですねこのこれですね、セルフバー特典、まあせっかくなんでね、はい、これモルツのね瓶になってると思うんですけど、こちら利用していきたいと思います。であとあれだレイトチェックアウトですね。レイトチェックアウトに関しては一応ね16時まで行けますよっていう話だったんですけども、まあ私はねそこまでいないかもしれないんですけども、ちょっとねこれからのね仕事の状況によってね、まあ、4時までね利用させていただくかもしれないんですけども、一応ね私も16時でお願いしておきました。ということでせっかくなんでねこの使いに行ってみましょうかね。これね持ってってくださいって言ってたと思うんで、これをランジに持ってくんですよね多分ねちょっと不安ですけども行ってみたいと思います。ということで先ほどねちょっと誤った情報をね、お伝えしてしまいまして、こちらのねセルフバーっていうのがラウンジとあとこの22階のフロアにも
あるらしいんですね。で、ラウンジの方はですね、3時から7時まで、ビールがね、まあ飲み放題でいただけると。で、この22階に関しては、ビール飲み放題プランみたいな感じで、このマリオットホテル、東京マリオットホテルでね、販売されているようで、グラスがね、客室にあって、こちらは5時から8時まで、エレベーターの前にね、ビールサーバーが置かれるっていう感じみたいなんですよね。いや、これね、マリオットホテルでこんなの、私初めてなんで、ちょっと面白いですね。私ね、そんなお酒強くないんですけど、まあ、嫌いではないんですよね。ですんでね、まあ、今ね、ちょうど4時ぐらいということで、あと1時間ぐらいしたらね、まあ、それも楽しめるということで、それもね、楽しんでいきたいなと思います。ということで、ちょっとね、今、ラウンジが、イブニングカクテルタイムが5時半からなんで、まあ、今ね、特にオールデイスナック、あとね、先ほど言ったこのセルフバーっていうのも、ラウンジにね、あるそうなんで、これが3時からやっているということで、まあ、お酒はね、ビールだけいただけるのかな。まあ、ちょっとそこら辺もね、見ていきたいなと思いますので、ちょっとね、ラウンジの方に行っていきたいと思います。それではラウンジ到着しました。いや、めっちゃ眺めいいですね、これ。ちょっとまた明日の朝でもね、起きて、ラウンジの中もね、撮りたいなと思うんですけども、この眺めいいですね。夜になったらさらに綺麗っぽいですね。ということでね、ちょっとね、いまいちね、このセルフバーっていうのが、多分この時間帯は勝手に飲んでみたいな、そんな感じだと思うんですけども、まあ、とりあえずね、せっかくなんで、いただきたいと思います。ということでね、こちらね、3時から利用することができるということで、まあまた別にね、イブニングカクテルタイムがあるということですんで、まあその時間帯は、まあお酒と、まあ軽い軽食、まあそんな感じなんでしょうね。まあ今はね、食べ物っていうとね、本当にスナックみたいなものしかないんですけども、その時間帯になるとね、まあそういうものが増えんじゃないかなっていう感じですね。まあ3時からお酒が飲めるってすごいですね。まあラウンジが朝7時からやってるっていうのも結構びっくりですけどね。ということで、まあ、サクッと飲んでね、客室に戻りたいと思います。それではね、今地下1階の方に来たんですけども、こんな感じでね、マリオットの看板があるということで、あたりはね、本当にホテルの方もいらっしゃらない。ここは地下1階ですかね。はい、ということで今ね、ラウンジ行ってきたんですけども、もう3時からね、お酒が飲めるんですね。いや、これはすごい。で、このあとね、5時か5時半ぐらいからちょっと字幕出しておきますけども、イブニングカクテルタイムということで、その時間からですね、オードブルとか、まあ、食事が、まあ、軽食ね、いただきながらお酒が楽しめる時間っていう感じですね。まあ3時からね、お酒が飲めるということで、またね、スナックとかはねありますので、結構混み合ってましたね。10名ぐらいはいらっしゃいましたがね。まあでもね、ラウンジかなりね、景色がいいので、いいのではないのかなと思いますね。それはね、ちょっと客室に戻ってゆっくりで、ね、したいと思います。それはですね、ちょっと客室に戻ってね、仕事してたわけなんですけども、今ね4時半なんですよね。で、5時半からですね、イブニングカクテルタイムということで、まあこれね、行きたいなというふうに思ってるわけなんですけども、今ね、こちら東京マリオットホテルはですね、北品川が、まあ、最寄り駅ということで、ここから10分ぐらいのところにですね、ドトールコーヒーがあるんですよね。で、皆さんこのキャンペーン知ってますかね。今回ね、夕飯は、まあ、ちょっとこれね、済ませようかなと思っております。まあ、イブニングカクテルタイムもね、かなり混み合うっていうのをですね、ホテルの方から聞いておりますので、まあ、軽くね、いただければなと思ってますんで、ちょっと夕飯ね、買いに行っていきたいと思います。それでは、行ってきます。
ではね、ドトールから帰ってきました。もうね、5時過ぎてますんで、ビールサーバーがありますね。いやー、これはね、びっくりですね。こんな感じでビールが飲めます。グラスはね、先ほどお見せしたビールグラスをね、持ってくる必要があります。というわけでドトールから帰ってきました。先ほどもね、ちょっとお見せしましたけれども、ドトールで買ってきました。あとでね、お腹すくのであれだなと思って、ちょっと今日お昼ね、ほとんど食べてないんで、ちょっと多めに買ってきました。こんな感じでミラノ風サンドと照り焼きチキンとジャーマンドッグですね。はい、ということで、これでね、会計が1100円ぐらいだったんですけども、まあ、ひとまずね、今5時半ぐらいになりましたので、ランジのね、カクテルタイムがもうそろそろ始まるということで、ちょっとね、それを先に見ていきたいなと思っております。それでは行ってきます。非常に美味しそうですね。コーラです。それはですね、客室の方戻ってきました。ラウンジね、すっごい食べ物充実してますね。ちょっとびっくりしました。おそらくね、これがっつり食べればね、夕飯とかもね、まあ、いらないぐらいなんじゃないかっていうぐらいですね。もしね、プラチナステータスね、保有されてる方はね、一応ね、来てみてもいいんじゃないかなと思いましたね。で、味に関してもですね、非常に美味しかったです。で、種類もね、結構ありますので、またね、メインメニューになるような焼きそばだったりね、ジャンバラヤだったかな、お米もありましたんで、あとね、牛すじ、ちょっとね、映像に映ってないかもしれないですけど、牛すじの煮込みみたいなね、まあそういったあったかいものもね、ありましたんで、かなりおすすめですね。ちょっと種類をね、いただいたらですね、お腹がいっぱいになってしまいましたね。せっかくね、このドトールコーヒーのね、サンドね、買ってきたんですけど、ちょっとこれはね、お持ち帰りさせていただこうかなと思います。ちょっとね、食べれる気がしないですね。で、今ね、ちょうど6時ぐらいでビールいただいてきました。まあね、8時までなんですけど、まあ飲み放題でね、ビールも飲めるということで、まあ先ほども言いました通り、私そんなにね、お酒は強くないんで、まあ 1,2 杯でやめとこうかなと思うんですけども、いやー、これすごいですね。このアップグレードっていうのは、この回じゃないとこれ利用できないみたいなんですけど、いや、これあれですね、面白いアップグレードですよね。それではせっかくなんでいただきます。うまいですね。それではですね、今ね、6時ということで、これからね、ラウンジの方は今ね、イブニングカクテルタイムが7時半までやっておりまして、その後はね、またスナックとかソフトドリンクとかね、まあそういった時間帯に戻ると思いますので、まあ私の方はですね、しばらく客室でね、仕事したいと思います。それは今ですね、夜の11時半ぐらいということで、生放送もですね、終わって、これからね、休みたいと思います。それでは皆様、おやすみなさい。Thank you.
ございます。今ね、朝の7時過ぎということで、これからね、朝食の方に向かうわけなんですけども、ラウンジがね、朝7時から空いているということで、まあ今サービスされているのはね、まあ本当に飲み物ぐらいなんですけども、いやー、朝7時からラウンジ開いてるってかなり珍しいですよね。で、まあ予想通りというか、特にね、食べ物があるわけではないので、あの飲み物ぐらいしかね、今置いてないので、まあ誰もいない状況で、今ね、独り占め状態なんですよね。ホテル宿泊するときに、朝早くね、起きられる方とかね、結構いいんじゃないかなと思います。今もね、貸し切り状態で、かなりいいですよね。でね、このラウンジはね、今日ちょっとね、天気が悪くてあれなんですけど、すごいね、こうね、最上階にね、あるんですよね。ですね、すごいね、ね、眺めもね、素晴らしいんですよね。ちょっとね、後でお見せしたいなと思うんですけども、まあ今日はね、土砂降りということであんまりね、良くないんですけど、本来はね、かなり綺麗なんじゃないかなと思うんですよね。前回来た時もですね、かなりね、綺麗だったのは覚えてるんですよね。ということで、これからね、朝食の方に行きたいと思います。それはですね、こちらが東京マリオットホテルのクラブラウンジからの景色です。いや、めっちゃ綺麗ですよね。まあ、ちょっと今はね、雨降ってるんで、それでもまあまあいいと思うんですよね。まあ、こんな感じでですね、景色楽しみながら利用することができます。まあ、ラウンジはね、こんな感じになってまして、この窓際がですね、こんな感じで広がっておりますので、窓際ね、キープしていただくと、景色がある程度見れるのではないかなと思います。いや、いいですよね。ということで、私は朝食の方に向かいたいと思います。それでは、いただきたいと思います。今ね、朝の7時過ぎということで、7時10分ぐらいに私来たんですけども、いいですね。ガラガラです。はい、ですので、早めにね、行かれると、ゆっくり食事できるのではないでしょうか。今ね、結構このダイニングジーのレストラン広いんですけども、まだね、10組もいないんでね、おすすめです。ではいただきましょう。私がね、ずっとまた食べたいなと思ってたのはこちらです。もうちょっとね、ぶつ取りでメープルシロップかけてしまったんですけど、こちらですね、フレンチトーストです。あとね、美味しそうだったんで、ドーナツとパンいただいたんですけど、気がついたら全部甘いものになってましたね。まあまあ、そんなのありますかね。で、ヨーグルト、あとはこれはオレンジジュースかな、いただきました。では、いただきます。ということで、サクッとね、いただきたいと思います。ということで、朝食から帰ってきました。やはりね、この東京マリオットホテルのね、朝食は本当に美味しいですね。で、メニューもね、結構ね、いろいろ和食、洋食ね、あるんですけども、まあそれ以外にもですね、ヨーグルトであったり、ドーナツとかパンとかもね、種類たくさんありますんで、かなりね、楽しめるのではないのかなと思います。私が頼んだのはあれはフレンチトーストなんですけども、名前がね、なんか違うんですよね。名前がフレンチビュールレ。という名前なんですけども、あれもね、めちゃくちゃ美味しかったですね。はい、もしよかったらね、ぜひね、挑戦してみていただければなと思います。あの卵料理もですね、まあそんなにたくさん食べる人ね、いらっしゃらないかもしれないんですけども、一応ね、おかわりも OK ということで、お好きな分だけね、注文していただけるって言った形になります。まあそれ以外にもね、フォーとかもありましたし、まあサラダとかね、そういったものも結構充実していましたんで、朝食ね、かなり楽しめると思います。ということで、今ね、朝の8時過ぎということで、今日ね、16時まで、レイトチェックアウトで OK ということですんで、ちょっとね、仕事をしつつ、ゆっくりしつつ、チェックアウトね、していきたいと思います。それですね、今ね、午後の3時ぐらいなんですけども、そろそろね、チェックアウトしていきたいなと思います。ちょっとね、あの今窓開けてね、撮影してたんですけど、かなりね、あの白飛びがすごくてですね、一回カーテン閉めちゃいました。今ね、午後の3時ぐらいで、外はね、全然明るいんですけども、こんな感じで撮影させていただいてます。で、
今回ですね、レイトチェックアウトね16時まで、OK ということで、仕事がね落ち着けばもうちょっと早くね出ようかなとか思ってたんですけど、ずっとねやってたら結局こんな時間になって、まだね身支度はしてないんですけども、これからねチェックアウトしていきたいなと思います。今回ねこの東京マリオットホテルですね、1泊5万ポイントで、宿泊させていただきました。まあポイントのね使い方としてはですねあんまり良くないですね。本日2万5000円ぐらいだったので、まあマリオットポイント 0.5 円ぐらいで使ったみたいな、まあそんな感じになりますかね。まあ私としてはちょっとね結構昔にこちらね泊まらせていただいてすごいね良かったので、またもう一回ね泊まってみたくてリピートできたっていう感じですね。まあ滞在としてはですねすごい大満足でした。まあ一つね難点といえばちょっと Wi-Fi が弱いですね、このホテルは。昨日生放送したんですけども、今考えるとねよく生放送できたなって思うぐらいね Wi-Fi 弱いんですよね。もう昼間の時間帯に至ってはですね YouTube 開いてるのもちょっと止まるみたいな、でウェブページ見ててもすぐ開かないみたいな、まあそういったところがありますんで、まあこの点はねちょっとね改善していただきたいなっていうぐらいですかね。まあそれ以外はですね、まあ客室はちょっとねアップグレードされたかちょっとまだ分かんないので、もし分かったらここにねチェックアウトの聞いてきますんで、ここら辺に出しておきます。まあ22階にね今回フロアにしていただいて、飲み放題プランで販売されている客室なんですよね、ここですんで、お酒が好きな方であればね、このフロアね、かなり嬉しいと思うんですよね。17時から、20時までの間、まあ5時から8時ですね。その間であれば、もうビールサーバーね、廊下にありまして、プレミアムモルツ飲み放題ですんで、まあそうなってくるとですね、かなり嬉しい方もね、いらっしゃるのではないのかなと思うんですけども、まあおつまみ等々はね、ないんですけども、ビールだけ、まあ、ひたすら飲み放題でね、飲むことができますんで、好きな方はねかなり嬉しいのではないでしょうか。私個人的にはですね、まあこういうね珍しい客室に宿泊させていただけたのはねかなり嬉しいので、まあ動画もね撮れましたんで、かなり嬉しい滞在っていう風になりました。でそれ以外はですね特に困ることもなく、客室もねとても綺麗ですし、まあUSB とかね挿すところがまあちょっとなかったですかね。そうですね、 USB 挿すところはないんで、まあそういった部分はねちょっと古さはあるかなっていうところですかね。まあお風呂とか動画撮りましたけども、お風呂とかもまあすごいねやっぱりメズムとかそういったところに比べてしまうとですね、まあちょっと年季が入ってるかなっていう感じですね。またねバスタブとシャワーがね一緒っていう感じで分かれておりませんのでね、まあそういったところはちょっとこっちの方が古さを感じるっていうところですかね。まあ私はそこまで気にならなかったんですけども、やっぱりマリオットボンボイホテルも新しいホテルがねどん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 できてますんで、すごい新しいところばっかり泊まって、昔からあるねマリオットホテルに泊まるとちょっと違和感がねあるのかななんてちょっと思ったりもしております。まあ個人的にはねとても大満足の滞在となりました。で今回ねマリオットボンボイのプラチナステータスの特典としてはですね、22階へのアップグレードになるんですかね、それとレイトチェックアウト16時まで、またですねクラブラウンジもね利用することができますので、まあかなりねいい滞在だったのではないのかなと思います。やっぱりね今回16時まで利用させていただいたんですけども、いやーねーかなりゆっくりできますね。やっぱりこの16時までのレイトチェックアウトって結構すごいですね。久しぶりにこの16時ギリギリまでね滞在させていただいたんですけど、本当にねありがたかったですね。ということで今回ね東京マリオットボンボイホテルね一泊ね宿泊してみたっていう動画でした。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。またねマリオットボンボイホテル泊まってね、またレビュー動画出していきたいなっていうふうに思っておりますので、もしよかったらですねチャンネル登録していただければなと思います。それではですね今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。